これが1個目。で2個目はちょうどこれの何ページだろうな。2番目はどっちがいいかな。ぶら下げるのがいいか。最終的に氷だけになるまで、氷のみになるまで、温度っていうのは変わらない。こういうものは、割に金属、例えば、鉄だったら1600度ぐらいでこういうことが起こるわけですね。だから、液体と、まあ、ちょっと固体っていうのもあれですけど、まあ、固体っていうと有機化合物、高分子化合物。有機物イコール高分子化合物だと、ほとんど今日常使われてるのは、高分子化合物が使われてますから、あなた方の周りでは。この辺はある程度、まあ、覚えてもらって、今度、日本の大学に行ったときに、こういうことが言葉として理解できるようにだけはしておいてください。ここまでわかりますか？ちょっと、まあ、最初の通り、で違って私、間違ったところがありましたけど、わかりますか？次行きますよ。次が62。で、ここにもう一回戻るわけですね、65ページの。日常使われている塗料なんかとか、それから接着剤なんかにはこういうフォルムアルデヒドとかフェノールとかが使えるんです。さっきの、まあどっちかというとこれは単量体の表現の仕方ですね。いいとか。これ結構あの、このプラスチックの本の中に今日持ってきてる、この最初の中にこれ多いんです。で、これ学校でこれ全部ありますから、こういうものを一冊持っておくと、これからまたあの役に立つと思います。学校。